はい、いがみのズボ釣り、ズボ釣りの胴付き仕掛けの作り方です。で、使うのは、これが、ミチ糸、ミチ糸は、太めの方がいいです。石垣台とか、青台とか、コロ台とかそういうのもかかってきますので、ミチ糸は太め、8号から10号ぐらいがいいです。で、重り、これはナス型の重りの8号ですが、8号から、釣り金式の12号ぐらいまでを、使います。で、竿は3号ぐらいの固めの竿を使います。で、あらかじめこういうふうに針を、針とミチ糸を結んでおきます。これ2本針にするので2本用意しています。ズボ釣りなので、チヌ針は使わずに、ちょっと太めのブダイ針を使います。で、ハリスは、大体5号から6号ぐらいが、使いやすいです。で、そしたら、この、ハリスの部分を、ミチ糸のところに結びます。まずは、こういうふうに同じふうに沿わせて、言うたら、こういうふうに、餌が、こういうふうになるように、で、当たりが早く出るように、結んでいきます。そしたら、結ぶところで、輪っか作ります。ここ2回2回だけ、これでもう十分。これでグッと縛ります。これで余った枝張りのところを切って、ここをこのアロマロファーでつけるだけです。これで今日と全然違いますので。そして次に2本目、これが、餌の重さがあっても絡まないようにですね、ちょっと長めに取って、で、同じように2回輪っか作ります。で、ここを引っ張ります。で、上より下をちょっとこのハリス長めに取っておいた方が当たりが出やすいです。で、余った糸をカットして、ここもアロンアルファでつけます。でもこれでほとんど完成ですが、下に鉛をつけるんで、あまり長く取りすぎても扱いづらいだけなんで、最後ここら辺で輪っか、これ輪っかを作っておきます。で、輪っかに鉛を通して、で、これで完成です。で、こういうふうな仕掛け、ここをちょっと長、もうちょっと短い方が